どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。七不思議の吉田桃です。大神信です。よろしくお願いします。今回ゲスト会でございます。はい、怪談師一夜さんです。どうも一夜でございます。名古屋より参りました。よろしくお願いします。一夜さんはですね、T1 グランプリのそうです、ね、チャンピオンでございますんで素晴らしい、今年の春ですね、開催されまして、はい、チャンピオンはすごいよな、本当にな、感動のラストシーンでございましたけど、本当そうですよね、涙ながらにっていうところもありましたもん ね、 そうですね、エピソード含めてっていうところもありましたね。本当は、はい、ああいうこうことも考えて、うん、こう話そうみたいなのを考えて、で喋る練習してたんですけど、はいはい、その時はもうって感じにすごいもう泣いちゃってたんですよ、はい、で多分本番も泣いちゃうだろうなと思ったら、はいはい、意外とお客さんめっちゃいて、うん、引っ込みましたぐらいで収まりました。相当数ね、お客さんいらっしゃいましたから。そうですよね。いやでも実際ね、一夜さん長いっすよね、怪談喋って。そうですね、2019年が最強戦とか、あ、それぐらいからでしたっけ。 そうなんです。その前は怪談朗読なんです。あ、そうなんだ。朗読をやられてたんですね、はい、そっちは10年ぐらいも、はい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 、はい、大コアとかあの辺は出られてました。大コアも出てました。出てましたよね、はい、まあ、後期の方ですけど。ああ、はい、でも僕なんか勝手に長いイメージあったんですよ。あ、はいはいはい、で名前はね、周りから聞いてて、 であまり会う機会がなかったですもん ね、 我々ね。そうですね、タイミングがいいね、なかなかね、はい、でもずっと見させていただいてました。あ、本当ですか。怪談グランプリ、はい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 、結構、前の頃のやつとかでも見させていただいてて、一番最初とかね、うんうんうん、それぐらいの怪談グランプリの最初の、はい、なんかいろいろね、お互いこうすれ違いでこう来てたんですけど、 T1 で我々ちょっと審査員させていただいて、そうでしたね、そういう縁があって、そうなんですよ。もちろん一夜さんに入れたんでしょうね。それはもちろん入れましたいやリアルにもうちょっと忘れてるなそうですよ、だから決選投票ですもんね。いや、そう、うん、そうですよね。これね、本当にその T1 審査員させていただいた身からすると、そこに出られてた方がゲストに来た場合、そのちょっと気使いますまあねえ、じゃあもう、まあ、真剣勝負ですから、そう語る人もそうだし、こちら側としても真剣にっていうところがここありますからね、うんうん、はい、どうでした実際出て。いや、もうその自分的にはその思った通りに、うん、思ってる以上にうまくいったというか、うん、言葉を運んでうまく、はい、まあ、自分の中の100点だったからみたいな、お客さんをこう上手に巻き込めたなというのはすごく自分でも感じました。こういう風になったらいいなっていうのがその通りになったみたいな、うん、お客さんのハート一番掴んだのは多分一夜さんなんですよね、うん、あの空間で。そういう賞レースはもうその日掴んだもんたちですもんね。そう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 、本当に。でお客さんを掴んだとって審査員を掴みきれないと入らないじゃない、うん、リアルにね、はい、そうですね、これはもう決めるのは審査員の方だから、そこめちゃくちゃむずくないですか、うん、それはおっしゃる通りで。でも出られてる身からすると関係ないですよね、はい、もう考えてる暇ないですよね、まあ、自分が持ってきたお話をね、お話しするっていうところではあると思う。なんか一応5個そのお話、はい、出していいですよ、うんうんうん、でその中から選んでくださいという形だったんですよね、うん、で前回の時 の、 その亜美さん優勝した時のやつを見ていて、その審査員の皆さんの票 の、 この入れ方というか、それが特にそのオーディエンスを巻き込んだ人を評価するみたいな感じに僕は見えたんで、だから僕はそっち寄りに結構、はいはいはい、7-3 ぐらいですね、お客さん7の、はいはい、審査員側に3ぐらいの重きを、はい、そうでした、気持ちで。それの話選びと構成にしました。なるほど、はい、ちゃんとその辺計算されて、前回の大会までしっかりと見て、ね、あ、もちろんもちろん、その上で取りに行くぞっていうところで、はい、しっかり取ったのがすごいね、こういうのね。チャンピオンになるには、うん、そういうね、傾向と対策を練らないとダメなんですよ。ダメなんですよ、ね、ほんで適当にね、これでいっちゃおうっつってダメなんだこのお話の続きはこの次でとかは、多分ダメなのかもしれないですね。いや俺が怒られたやつだそうそうノブのことだと思い出しちゃった。大会で続きもんはダメだねっつっていや採点前に言うなやっつって向いてないんだよねそれはね、うん、
はい、いろんなスタイルがありますから、ね、ありますけども、うんうんうん、で今回ですねたっぷりと一夜さんには語っていただこうと思っておりまして、これはもちろん語っていただかなければならない、はいはい、まず1本目、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。もう早速いっちゃいますか。いっちゃいましょう。 お土産、あれそうだ、お土産ありますよ。お土産ですか。ありがとうございます。お土産を買ってきてあるんですよ、ね、ありがとうございます。これ、一夜さんがごし、活動がチューブ、そう、住んでるのは、岐阜なんですけども、はいはいはい、もう活動は名古屋です。名古屋ですよね、はい、なのでそもそも名古屋のお土産、ももさんから出た、名古屋、ね、出た名古屋、名古屋です、ね、かわいいんだから、ね、大好きなもの食べちゃうんだから、ね、俺猫、ありがとうございます。ぜひぜひ、あの猫お好きというのは僕もね、あのがっつり調べてきてますね。なるほどその人に会ったもんね、そうそうです、もちろんそうですよ。じゃあ野武さんに会ったもん。野武さんは武将の、あ、ありがとうございます。デビ武将っていうこのね、はい、武将好きというの僕は、うわすごい、ね、そう、部下をどんどん罰していきますからね合ってると思いますよ、そういうところもしっかりとね、すぐに首を切りますからね、これはいいですね、ありがとうございます。何とぞ何とぞ、すいません、ありがとうございます。こんにちは、のスタッフの方にもこれ、ありがとうございます。ゆかりというこれエビのおせんべいね、これも美味しいんで、これもあの食べていただいて、すいません、塩も本当塩っ気があって、いつも欲しいんで、僕ね、スタッフも含めてありがとうございます。いや、いつからこんないいとも形式になったと思う、ね、次ゲスト決まった人、なんか持ってかなきゃいけないいつかよ、やめなさい、プレッシャーになっちゃうからね、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。では、はい、1本目の方をお願いしてよろしいでしょうか。いただきます。こう1本目のお話なんですけれども、そのモーモさんがある程度その妖怪とか、うん、ちょっと不思議な話がお好きというのを、まあまあ、あの見てて、僕もたくさん見させていただいているので、うん、それで、まあ、何の話がいいかな、はい、妖怪っぽい話と思って、でそれがね、僕がそのまだ怪談師って言えないぐらいの頃、はい、2000年19年18年とかそれぐらいの頃なんですけど、はい、当時ってスカイプっていうのをあったの覚えてますかね。あのチャットとか、あとは通話を、うんうん、そのパソコンを使ってやる、うん、今ってその LINE でね、はい、みんなスマホでやってるけど、当時はパソコンでやってて、うん、で、僕の、うん、友達の愛さんっていう人がいて、はい、その人もあの名古屋に今住んでる方 で、はい、で当時は僕まだ札幌に住んでます、うんで、その、まあ、離れた場所だけど、こういうのでまあすぐ簡単につながれる、はいはい、でその時ね、うん、通話をしてたんですスカイプで、はいはい、でそしたら愛さんが、わまた出たみたいな感じで言ってきた、うん、どうしたんですか、うん、聞いたらそれね、愛さんすごくね霊感が強い人なんですよ、うん、で、まあ、例えば、うん、友達の後ろに黒い霧みたいなのが見えて、はい、その人事故っちゃったとか、あとはあの仲良くしてたおばあちゃんが、うんうん、事故に遭って亡くなっちゃって、うん、それでそのおばあちゃんに会いたいって言ってたら、体引きずる感じで音が聞こえて、うわ事故ったまま来ちゃった、帰って帰ってみたいな、そういうことがあったりとか、まあ、なかなかいろんな体験をされてる方なんですね、うん、でその分幽霊とか、うん、変なものとの距離感を上手に取れる、うん、変なやつだったら無視するし、うん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 、あの大丈夫そうなやつだったらもう完全に目に入れないみたいな、はい、そういう取捨選択ができる、うん、そういう人だったんですね。でその人がわまたいるっていうから、お化けのことだと思って、うん、何ですかって聞いたら、それがあの自分がパソコンしてるところの部屋の、窓ですね、窓側の方に上半身だけをニョキッと出して、髪とかもダランって、腕もダランってなってる状態の女の人っぽいものがいると、うん、でそれなんで女の人っぽいっていう言い方かというと、その窓の外を見てる、顔が見えないんですよね、うん、でその体がね、苔が生えてるみたいに真緑、うん、だから多分これ人間っていうよりかはそのあやかしとかそういうもんだと思うんだよね。で定期的にそれが先に出るんだけど、うん、窓の外をいつも見てるんだよね。でもまあこっちに興味もなさそうだし、はい、まあ大丈夫だなって思ってるんだよね。でそんな感じでその大した怖い感じで言ってこないんですよね、はいはい、結構でもそんな上半身ならんというやつがそこにいたら怖いじゃないですか。でもまあそんな怖い感じじゃないから、僕も、うん、って逆さで緑で女の人で、じゃあ逆さ緑さんですねみたいな、うんうん、そんな感じで僕も言って、はいはいはい、でなんかあのこれがねちょっとずつちょっとずつこっち向いてくるとかだったらめっちゃ怖いっすねみたいな、あはははみたいな感じで、はいはい、その時もそれで話が終わったんですよ、うん、で数日してその日も夜中ですね、
僕がそのネットサーフィンしててそろそろ寝ようかなと思ってたら、うん、またスカイプでチャットが飛んできたんですよ、はい、それが愛さんからで、うん、今ちょっと怖い体験した、うん、愛さんが怖い体験とかいうの珍しいっすね、はい、どうしたんですかって言ったらじゃあちょっと今から繋がせてもらうねって言ってそこからは通話になったんですけど、その自分も寝る前のネットサーフィンをしていたと、うん、そしたらいつものように窓際のところに逆さみどりさんが出て、はいはい、あまた出たわと思ってたら、はい、なんか聞こえるんですよ。なんて言ってるか分かんないですよね。でもっとよく聞くんですよ。やっぱりなんて言ってるのかよく聞き取れないんですよ、うん、でこれあ窓の外の話なんじゃないっていつも外見てるからなんか外で起きてるのかなと思って、はい、窓の方見てみるんですよね。その座ったまま見てみて、そしたら逆さみどりさんとそこで目が合うんですよ、はあ、そこで愛さん気づくんですよね。これずっと逆さみどりさんは窓の外を見てたんじゃなくて、はい、窓ガラス越しに自分のことをずっと見てたんだと、はい、あなるほどって思った時に、はい、その脳に直接、ね、響いてくる感じで、そっち向いていいってそっち向いていいってはっきり入ってきて、はい、でその瞬間にねこう、はい、ゾクゾクゾクと悪意を感じたと、はいはい、でもうそう急いでその清めの塩みたいなものからバッとそれを振り、はい、こう投げると、はい、こうプラッと無酸素したと、はいはい、でもうね私そんな体験今までなかったって、うん、大丈夫そうなやつが急にそういうやばいのになることもあるんだね、もう私これからはこういったものとの付き合いもっと考えるようにする、うん、でこれ私ね何が怖かったって、うん、あのこっち向いていいって言われた時に、うん、もう私も顔が見たくてしょうがなかった、はいはいはい、それをもう気持ちをとどめてとどめてその死を投げつけたんだ、うんうんうん、だから私あの時見入られかけてたのかもしれないって、うんうん、そんな感じでなんか何でもないのが怖くなるとかってあるっていうか、あの気をつけくださいみたいなそういう話でわあるあると言いますか、その霊感強い人って見慣れてしまってるんで、うんうん、怖くないんですよ、うんうん、で、うんよくねその僕も若干そういうのあるんで、はい、霊感強い人とかと喋るときに、うん、ノリでね、はい、ちょっと茶化す時があったりもする、うん、昔は今もうほぼないんですけど、はい、昔とか、はい、したら別に怒ってなかったのに、うん、怒り出すとか、うん、そういうのあるんですよ、うんうん、だから多分この、ま、怒ってはないですけど、うん、逆さみどりさんもそういうのを多分感知してんですよね、うん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 、あこの人は私のことを怖がってないって、じゃあそっち向いて仲良くしてよみたいな、最初は窓の外を向いて誰か私のことを探していないでいいの、分かる人いないみたいな感じだったけど、あここにいるじゃんっていう感じなのかなと、それ気づいちゃったんですね、見てる間に ね, ね、なるほど、なんかだからその姿形とか、うん、じゃあ逆さみどりさんでいうとなんかちょっとね面白い響きなんですけど、逆さになってて体がちょっと緑っていうと、うん、なんかね水木先生の妖怪だと天井下がりっていう妖怪がいて、うん、それっていうのがまさに女性の姿で、うん、まああれもアニメの形状ですけど緑色で女性の姿だっていうから、うんうんうん、あそんなようなものなのかなってちょっと想像しながら今聞きましたね。妖怪の可能性もやっぱ高いっすよね。あやかしの探りっておっしゃってましたけど、ね、その逆さになってっていうところとか もうすごいそれをイメージしながら聞くと、うんうん、それがなんか鏡越しに見てて、うん、なんか語りかけてくるとかめちゃくちゃ怖い話ですねこれね、さすが一夜さん怖いなあ。で一夜さんなんですけど、はい、ユニット組まれてますよね。あそうやユニット活動もされてるんですよね、長坂さん。そう名古屋の変態名古屋の変態と大きく収集家のね大きく言うと変態変態ですよねすごい方ですよね。変態って呼んであげると喜んじゃう、喜キキとする男なんです彼は趣味を追求してらっしゃるっていうところ。それユニットってどういう活動されてるんですか、ぬがざかさんと。ね、はい、彼が基本的には、うん、もうその現地に向かうようなタイプの、はい
人なんですよね、はい、なんかあったら、はい、それどこの場所ですか、はいはいはい、どこの いつあったんですか、はいはい、ってその現場に行ってあ本当だこういうとこなんだ、はい、へーっていうタイプで、はいはい、僕はその実話怪談ですって言ってもらった話に関しては、はい、もう全部実話怪談としてもらってそれを僕が面白く話すっていう、はい、そっちにもう全振りしてるんですよね、はい、だから結構こう活動のタイプが違う、なるほどなるほど、でもそのお互い何かするときに、はい、協力しますっていうイベントとかやられてるんですか。ね、この前、はい、旅一座みたいなところのやつに呼ばれて行った時に、はい、その僕と順番でぬか坂さん話して、はい、他の方挟んで僕話して、はい、で最後僕そのお化けを呼ぶ音みたいなやつをこうやって流したんですよ、はいはいはい、でしたらその話終わって、はい、じゃあありがとうございましたって言ったら後ろでこうやって手を挙げてる人がいて、はい、こういうライトがあるとよく分かんないじゃないですか、はいはい、でこうやって見てみたら、はい、ぬが坂でいや見に来てんから一応さん、一応さん、あの後ろから見てた、あのそれ僕もありますその音聞いた音に似たことがあるって言ってその劇場に上がってきてわわわわすごいですね、仕込んだみたいになりますよね、そう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 、なんか変わったね、でも面白いですよね、そうそうなんです、それがちょうどその日の朝に、はい、まあ、こういうことがあって、はい、なんか猫かなんかねちょっと低くなるみたいな声が聞こえたんですよ、はい、っていうのをその現場に行って、はい、会ったことっていうのを聞いてたんですよ、はい、でたまたまその僕が流した音が、はい、そっくりって言って、でまあ、別のもんなんですよね、はい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 、こういう感じの音でしたって言って興奮して全部彼がかっさらっていくっていうこっちは喋っていたのにね、うん、それでいいのを出そうとしたのよこれは、うん、まあ、そういう感じでこう、ね、まあ、協力してやっております、最終的な拷問器具を受けながら、はい、一夜さん階段喋るってことですか、そうしましょう、痛い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 、これは A さんがあの痛い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 、いやだってあの男ここにねゲストで来てもらった時に、はい、クソバカでかいこの座らされるやつ、こうギザギザ、ギザギザのやつ、塩を乗せてね、うん、本来だったら本当にそのでかいやつを担いできて、でね、こう来て準備したんですよ、はい、本当に使ったの3秒ぐらいですめちゃくちゃでかかったもんね、でその後持って帰るのめんどくさいんで送っといてくださいっつって、ね、いやあれは持って帰れば確かにね、それだけ物を持ってきてくれるとかね、そういうなんか拷問器具っていうジャンルも新しいから、一夜、さんのその本格的な階段とのなんかなんだろう、なんか融合とかね、面白そうですよね、ですよね、ということで、うん、ちょっと2本目の方ですね、はい、いただきたいんで、はい、我々欲張りなんで1本では返しませんので申し訳ないですが、はい、もうすぐ欲しがってしまうんで、よろしいですよ、ありがとうございます、いただきます、はい、いただきます、最近そのオカルト界隈とかで、はい、その実話怪談だ、はい、創作怪談だみたいな話がありますね、まあ、ちょこっと最近もあったじゃないですか、はいはいはい、それで僕が、創作怪談という形で語ることになったお話、うん、ほう、もともとは実話としてそうです、今まで話してました、はい、けど、はい、創作として語る、そう、うん、そうなんです、うん、ほう、それが、僕がまだ20代の半ばぐらいなんで、まあ、20年近く前の話なんですね、はいはいはい、で当時うちの父が印刷会社で働いてて、はい、で印刷会社のお得意さんって写真屋さんなんですよね、はいはい、まあ、それの一つが写真屋さんで、はいはい、この写真で使う家族写真の台紙、はい、台紙とかその内側の開けた時 の丸になってたりとか四角になってるあの台紙、はい、あれとかを下ろしてるのが、はい、その印刷会社なわけ でお得意さんなんですよね、うん、でそこの仲良くしてるあの写真屋の社長に勝手にもう話をつけて、僕当時ラーメン屋とかでバイトしてたんですけど、はい、お前は手に職をつけなきゃダメだって言って急にそこにあの行って、うん、でこういう仕事なんですよって話を聞いて、うんうん、でじゃあね、頑張ってね、うん、みたいな、え頑張ってねって何みたいな、うん、その僕だけ話を知らない状態 で社長とうちの、父とはその話がついてて弟子入りみたいな形に急になったんですよ、うん、でその急にってダメじゃないですか、うん、まだそのそ、ね、ラーメン屋で働いてるし、ね、迷惑かかるし、でもまあ
もうそれ決まっちゃったことだからって言って、うんうん、あのなるはやで2週間ぐらいでそのラーメン屋も辞めさせてもらって、うん、本当はだいたい1ヶ月ぐらい猶予あるじゃないですか。いやそうですよ、ね、そこそこ店長怒りますよね、うん、そうそうなんです、そうなんです。でももうあのうちの父が決めてきちゃってって言ったら、いや、はいはい、まあな、あの夢を持ってやるのは大事だから、うん、やれよやれよって言って、うん、でまあ引き継ぐ形がまあ2週間ぐらいだから、ね、うん、でそこでその弟子入りという形になって、はい、でうん、その大きな形の写真屋じゃないですよね、はい、家族経営みたいな感じで、はいはいはい、で社長と、うん、副社長、副社長が奥さん、うん、まあ、その2人で、まあ、基本的にはやってるみたいな、はい、まあ、外注もちょっと頼んではいたんですけど、はい、やってるところでその2人がめちゃくちゃ仲いいんですよ、はい、で社長ちょっといいですかって言って社長のとこ行ったら、社長がこう座ってる膝のところに奥さんがちょこんって座って、はい、こう手回してこうやってにこやかにやってるみたいな、はい、なんかアメリカのアメリカのあれみたいだな、はいはい、当時でもう50代後半とかだと思うんですよね、うん、珍しいですよね。でうわなんかすごいご夫婦だなって、うん、まあ、思って僕は見てたんですよね、うん、はい、でそのうちの父の紹介っていうのもあってすごくよくしてくれて、うん、もうたくさんものも教えてくれるし、うんうん、あとはその食べ物をどっか食べに行くのも連れてってもらう、うん、お酒飲むのも連れてってもらうみたいな形でやってて、でその日もあの近くの居酒屋で、はい、僕と社長と副社長、その奥さんですよね、うん、この3人であのちょっと飲んで、うん、で、あ、私そろそろさあの息子のご飯作んなきゃいけないからもう帰るわ、うん、じゃあね、あんまり飲みすぎんじゃないよって言って奥さん先に帰って行って、うん、それからは社長と2人で飲むことになる、うん、で社長がもうほろ酔いの感じでお酒飲みながら、うん、一夜くんさ、なんか趣味とかあるのか、うん、あ、ありますよ。当時からね、僕怖い話好きだったから、あの怖い話、あの田川淳二とか、うん、ああいうの聞くのすごい好きなんすよねって、うん、ああそういうのあるよなって。社長なんか怖い話とか、うん、そういうのあったりします？不思議な話でもいいんですけど、うん、聞いてみたら、うん、うん、あるよって、うん、あ、じゃあちょっとぜひぜひって言って聞かせてもらったんですね、はい、それ社長がまだ大学生の頃なんですよ。その当時すごく仲良くしていた4人組がいたと、でそれが社長と社長の親友とそれの彼女と彼女の友達、はい、でその彼女の友達というこのことを社長好きだったんですよ、狙ってたと。あ、すごい可愛い子だった、うん、でその4人でよく遊びに行って、うん、で社長はあの写真、まあ、写真屋になるぐらいだから写真もよく撮って、うん、でいろんなところに遊びに行っていた。である時ね、その4人でじゃあ今日は夜景を見に行こうと、うんうん、で社長の車の運転で社長の隣には親友で、その後ろには親友の彼女で、自分の真後ろには好きだった子、うん、っていう感じで前男2人後ろ女2人っていう感じでドライブする、うんうん、でつづら折りになってる山道を登っていって夜景の綺麗なところを目指すんですよね、うん、で、まあ、現地に着いて、あー、街は綺麗じゃんみたいな感じで写真撮ったりとかして、で同じ道を帰ってくるんですよね、つづら折りを帰ってくる。で途中でね、バックミラー見たらその狙ってる子、自分の真後ろの子がもう寝ちゃってるんですよね、うん、はいはい、あー、まあね、夜遅いし疲れてるんだなと思いながら運転続けて、そしたらね、助手席の親友が、うん、そういえばなんかこの辺ってお化け出るって話あんだってな、うん、そうなの、お、俺聞いたよ、なんか女が出るとかって、俺そういうの怖い話苦手なんだからさ、やめてくれよみたいな、だって今ここで出るんだろうって、やだやだよって言ってたら、ってな、俺ね、お化けとかなんていないと思ってんだよね、だって俺は見たことないからさ、うん、見たことないってことはいないってことなんだよ、うん、幽霊なんていないいないってって言ってたら、後ろで寝てたその子がパッと起きて、いるよ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 ってこうガク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 ね、その運転席を揺らし始めたんですよ。で危ない危ないと思って、危ないってって言ってパッて前見たら、目の前にあの対向車のライトが見えたんですよ。パッて見えて意識そこでプンって飛ぶんですよ。で次に目が覚めた時には真っ白な天井、病院なんですよ。で、あーと思って体を起こそうとするんですけど、うまく体がね動かせないですよね、はい、もうあちこち痛んじゃって、うん、もう体が動かせない状態、うん、で、どうしようどうしようって思ってたら、その看護師さんが来て、あ、目覚ましましたみたいな感じでわーっていなくなって、うん、でしばらくしたら母親が来るんですよね、自分の母親で、あんた戻ってきたのかって、
もう何日もね意識ない状態だったんだからって大きい事故を起こしてあの体もあちこち骨も折れてるしもう内臓もね大変なことになってたんだからって、まあ、そう言われて自分が事故に遭ったっていうのが分かったんですよね。でそこでじゃあ一緒にいたあいつらはどうなったんだろう、うん、はいはい、聞いてみるんですよね、うん、もうカラッカラになって口の中で、うん、ちょあのみんなは聞いたらお母さんダメだったってマジで何俺の親友も親友の彼女も好きだったあの子もみんな俺が殺しちゃったのか、うん、俺とんでもないことしたってでも自分ももう一緒にあいつらと一緒に行きたいよって思うんですけど、うん、いやそんなんじゃダメだとあいつらの分も自分は生きなきゃいけないと思い直して、うん、そこからその一生懸命リハビリするんですよ、ねうん、である程度体が動くようになった時に一番最初に何がしたかったかっていうとその3人の親御さんにちゃんと会って謝罪をしなきゃいけない、うん、そう思ったんですよね、はい、で3人の親御さんの連絡先調べるんですけど好きだったその子の親御さんの連絡先だけ分かんないんですよね。で友達とかにも聞いてみるんですけどそしたらねそんな子いないってえそんな子いないって言うんですよ。いやそんなわけないじゃん、うん、いろんなとこにその4人で遊びに行ったんだ、うん、写真とかだっていっぱい撮ったんだって言って、うん、撮った写真見たんですけどそんな子確かにいない。でもそういう体験をしたんだよなって言われてああそれすごい話ですね、うん、それってなんかその自分の中で両親の呵責に耐えかねてみたいなそれで何かそのいない人を作ったとかそういうことなんですかねって聞いたらいやそれはちょっと俺も分かんないんだけどさ嫁さんその子にそっくりなんだよな俺がさその浮き落ちしてる時にさ嫁さんと会ったんだよなでさその子にそっくりだったんだでもさ好きになっちゃダメじゃないかって親友のこともある親友の彼女のこともあるから好きになっちゃダメだ、はいはい、深い関係になっちゃダメだ、うん、ダメだダメだと思うんだけど俺我慢できなかったんだよなそうやって言われて、うん、もう僕何も言えないですよね何も言えないでこう下向いてたらね、うん、それをこうグーって覗き込むようにして、うん、一夜くんこの話はさ絶対嫁さんにはせんだなそういうふうに言われたという話を僕はいろんなところで語っていたんですね、はい、でその T1 僕優勝したじゃないですか、はいそうですねはい、そしたらねうちのね父がね、はい、いろんな人に自慢をしたんです、はい、うちの息子はなんかそういう芸事のやつでね、はいはい、300万も取ったんだと、うん、そういうことですよね、本当にね、うん、そしたらその中に社長もいたんですよ、ねうん知らない番号から電話かかってきて、はい、出たら、あ、一夜君久しぶりだなって、うん、社長なんですよ、うん、お社長だとさ、うん、なんか大きいのをあの取ったんだってすごい活動してるらしいじゃないか、うんうん、でなんかな、うん、俺の話とな、嫁さんの話もな、うん、なんか面白い作り話してくれてるんだっ って一夜君すごいな、うん、応援してるぞて見てるからなそういう形で電話を切られたんですね。いいんですかこの話だからですねこのお話は、その提供者さんのご意向によりですね、創作会談という形で今後は語らせていただくとそういったお話でございます。ありがとうございます。素晴らしいと言い何ですか嫌ですよすげえ嫌ですよこの話ね嫌ですよね見張られてます怖その社長自体は、うんまあ、あの いい方なんですねそうすごい、うん、すごいいい人なんですよ、うん、でもそのお酒を飲みながらの時に見せた、うん、垣間見えたその変なところみたいな、そういう怖さがありましたね。すごいな。でもなかなかこれだけのねお話っていうのが持ってる社長っていうのもいないですからね。そうそうそうなんです、はい、全国の社長の中で一番強い話持ってる社長なんでわしがおるわい。あ、そうかわしがおるわい。あなたか一対一で対決させよう。わしが勝つわい。あの S1 ね、社長番組社長はやろ。あの一夜さん、はい、300万取られたじゃないですか、はい、どういう風に賞金を使い道と言いますか。
一番その、はい、真っ先に思い浮かんだのが、はい、その目のレーシック、はいはいはい、これはあの伊達メガネなんです。ああ、ちょっとインテリっぽく見るためにあのしてるだけでイメージ作りもあるわけですね。伊達メガネなんです、はいはいはい、うん、もうそれがその、うん、僕出前館とかウーバーイーツとか の、うん、その配達の仕事を車でしてると、はい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 、で雨が降ると、うん、メガネかけてるとその、うん、細かいあの雨粒とかがかかるのがめちゃくちゃ嫌で、はい、で、はい、マスクもしなきゃいけないので、はいはいはい、マスクしてるとメガネがめちゃくちゃ曇るんですよね。でもうそれが本当にありがたいこと、うん、で、まあ、他にはその仲間内に、まあ、還元するとか、うん、お客さんに還元するとかで、うんうんうん、その無料のイベントを、はいはいはい、主催したりとか、うん、まあ、その演者側にはもちろんギャラを払う形 で、うんうんうん、で運営する人にもギャラを払ってとか、うんうん、まあ、そういう形でも使わせていただいたんですけど、はい、でね、はい、あの、はい、僕一夜さんの何がすごいのって、うん、あの僕気づいたんですよ、はい、最近の怪談師顔芸しないんですよ。あ、みんなスタイリッシュに話すんです、うん、こういう話を、うん、理路整然と淡々と。ただ僕顔芸する人、うん、僕もそうなんですけど、うん、僕以外に2人いまして、はい、僕と一夜さんと、はい、あと石野桜子さんです。あ、はい、あ、はい、この3人はいい感じで年を重ねてるともあって、ね、顔芸するんですよ。そうですね、顔芸っていうのは単純に顔だけじゃなくて、うん、勢いに任せて擬音を駆使して、うん、テンション高めにその顔を作ってっていう、うん、だその顔だけで怖さを表現したりとかされるじゃないですか。あ、そうですね、間を使って、はい、たっぷり使って、はいはい、で普通言葉をね巧みに使って恐怖を演出するんですけど皆さん、うん、一夜さんとか僕とかその桜子さんってその擬音入り、うん、間顔言葉みたいな、うんそのね、あの他の怪談師の方と違うんですよ。ねちっこいやつですよね。そうそうだから結局で言うと、はい、なんかあとはあれだね、会長とかも結構近いかもしれないな。会長もそうか、顔使うね。顔使うでしょ。顔が使うね。緩急でガーっていくときはガーっていくみたいなところがあるから。会長ずるいのがね、インテリじゃないですか、やっぱり、うん、インテリジェンス感じるじゃないですか、うん、だから顔芸やと思われないんですよね、うん、ね、でも、ね、近くで、ね、そうそうそうやってるのとしてはすごい分かるじゃん。顔芸やね。表情巧みに変えるなとか思うもん。もう顔を見てても面白いもんね、やっぱりね。そんなが似たって笑ったっていう表現の時とか、すごいちゃんとそれを発揮するから。そうだ、会長もおるね、うん、いやだからあんま多くはない、うん、ないよね。だからその辺になんか僕シンパシーを感じというか、どんどん顔芸してほしいなと思って顔芸仲間を増やしていきたいなと思って一夜さんもこれからもね今日も、あ、一夜さんいいね、顔がいいよって、そう、顔着てるよっつってね、着てるよっつって間をたっぷり使ってっつって良さみたいな、そういうところも皆さんきっと気づいてるからね。一夜さんってこういうところがいいなっていうとか、そういうところも多分あるのかもしれないですよね、うん、ということで、はい、でも最初のうちってその稲川淳二さんに、はいはい、いや君の語りは、はい、あのうまいけど、はい、怖いとは違うから、はいはい、いろんな人のを見て、はい、あの勉強した方がいいよって、ほう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 、あの言われたんですよね、はいはいはい、初めて怪談グランプリ出た時に、はい、終わってから、はい、そう言って言われて、はい、でそれで確かに、はい、そのなんか作り込みすぎてるなとは思ったんですよね、はい、語りが、はい、でこう、はい、崩したりとか、はい、いろいろしてるにその顔芸とかあのいろんな方からこう取り入れる形でやってっていうのがあったんで、うん、よかったのかもしれないですね。なるほど、最初は言葉重視で階段を語ってたけども、そうです、うん、なんか語り終わった後のなんか雰囲気、はい、雰囲気重視みたいな、はいはいはい、なるほどなるほど、かっこよくやったの。もう今より20キロぐらい痩せてるんでねえ、そうですよね、そうそう、最初の頃ね、シュッとしてね、そういう形だった。だってね、プロフィールといいますか、これね、うん、今この一夜さんのね、うん、この情報書かれてある、うん、これもうだってもう見てください、もう顔芸ですからこれ使ってる写真がね、でも顔ですよこれ、うん、顔はだいぶ、だからそれこそ最後の終わった後に、はい、なんかちょっと言う言葉とかおっしゃいましたけど、それこそ T1 の時とかっていうのは、うんうん、まさにそういう感じでもありましたよね。そうですよね、その一句最後にポロッとポロッと一夜さんが言うことでわーってなっていくこの観客の雰囲気と、あれはもう多分怪談師としてはたまらない部分があったんじゃないかと思いますけどね、あの、うん、お客さんに片棒を担いでいただきますって最後に言ったんですよ、はいはいはい、でもそれね、あの本番の2日前とかに、はいはい、あの
構成を思いついたんですよね、うん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 、そのお母さんを、うん、その僕が死んじゃったら終わりだよなって、うん、お母さん消えちゃうよなって、うん、いや違うわってみんなに僕が喋るんだからみんなが覚えてたら、うん、お母さん消えないわ、うん、ってことは皆さん片棒担ぐんだ、うん、片棒担ぐって言葉入れようみたいな、はいはいはい、なるほど、うん、でも2日前で片棒って言葉が覚えられなくて、はいはいはい、あの2日前やし、うん、もう皆さんに、うん、あの僕の思惑に乗っていただきますとか、はいはい、そういうのもいろいろ候補がある中で片棒だったんで、はいはい、それが出てくるかどうか不安でここに書こうかなと思って片棒だけ皆さんにはね、いや見てるよね片棒をめっちゃ見たよね今汗で消えたやろみでもその本当、ね、あこっちにも来ちゃったみたいな感じのその会場のうわーっていう感じはなんか僕も見ててわあすごそうってやっぱ印象に残ってそうですね。いやそんなね一谷さんもうね、うんはい、最後ちょっとたっぷりもう一本語っていただこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、このお話まあ最近、はいまた解禁したお話なんですよ。僕この T1 撮る前に1年休んでた時期があるんですよね、はい、でその時ってそのデビューしてすぐで、うんうん、最強戦が準優勝みたいな形になって、うんうんうん、その時が自分のピークだったんじゃないかみたいになっちゃってで、うん、ちょっと一回 お休みしたいなと、はい、それでまあ3年ぐらいやってお休みして、はい で, うん、でも京太郎くんが階段嫌いじゃないんだったら語ってくださいみたいな形で、はいはいはい、もう夢に出てきて、はい、でまた語りを始めるようになった時に、はい、あの自分の、うん、語りを聞いてそれを真似するってとこから入ったんですよ、ねはなるほど。自分の昔の DVD とか見て自分ってどうやって語ってたっけな、はいはい、1年ぐらい語らないとちょっと忘れちゃうんですよ、はいでまあ、ちょっとあの肩も崩れてたりするんですよね、はいはいはい、あのがっつりやってた時の肩、はい、でそれを真似してみたらあれ今の方が良くねえかみたいになったんですよね、うん、なるほど。2週間ぐらいやった段階で、うん、あれなんか昔よりいいぞ、うん、顔芸とかもできるようになってるし、うん、なんかいいぞ、うん、いいぞいいぞ、うん、いいぞ、うんうんうん、そうなって、はい、でまた語り直すようにまた語りになったっていう話があるんですよ、うんはい、でそれがねうーん大学生のゆりさんという、うん方のお話でそれがねもうね40年ぐらい前なんで結構昔の話なんですよ。 ですね、でそのゆりさんがまだ大学生でで実家住まいなんですよね。2階建ての実家で、1階の方に、おばあちゃんの部屋とかあとは、ご飯食べる食卓があったりとか、うん、お風呂とかトイレとかがあると。で2階に上がっていくと、お母さんとお父さんの寝室があって、うん、ゆりさんの部屋があってあとお父さんの書斎と名ばかりの、うん、なんか物置みたいになってる部屋があるみたいな、うん、もうそういう感じの家に、ゆりさんとお父さんとお母さんと父方のおばあちゃん、うん、この4人で暮らしてたんですね、うんうん、でこのお母さんとお父さんはすっごい仲いいんですよ、うん、でおばあちゃんとお母さん、うん、これめちゃくちゃ仲悪かったんですよね、うん、もうその嫁姑問題とかっていうよりかは単純に人間として性格が合わない、うんうん、そういう感じでよく言い争いをしてる、はい、でゆりさんはというとあのご飯作ってくれるのも、うん、なんかちょっとテレビ見て話したりするのもお母さんじゃないですか、うんまあ、そうですね。よっぽどおばあちゃん子とかじゃなければお母さんですよね、うん、で、まあ、お母さん寄りでいるからゆりさんのこともあんまりおばあちゃん可愛がってなくて、うんうん、でもそんな中でバランサーになっていたのがお父さんなんですよね、うん、お父さんは、うん、とおばあちゃんのその一人息子という形なんでおばあちゃんのことも大事にしたいお母さんのことも大好きっていうんでまあ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 みたいな感じでバランスをうまいことお父さんが取ってたんですよね、はい、でこのお父さんある時家族でご飯食べてたらって言ってバタって倒れちゃってでそれ心筋梗塞だったんですよ。それで、まあ、帰らぬ人となったと。でそうなって一番答えたのがおばあちゃんだったんですよね。自分の一人息子唯一の理解者ですよね。それを失ってその、まあ、ちょっとボケてるようなとこがあったのが一気にその地方が進行したんですよ。でまあ、それまでできたことが急にできなくなる。そのご飯の補助が必要とかお風呂に入る時も介助が必要と、うんね、もう
おばあちゃんあれもできないこれもできない困った困ったっていうのをおばあちゃんいる前でやるんですよ。そしたらおばあちゃんもね物が分かんないわけではないんですよね。だから何とも言えないそのプライドを傷つけられてるなっていう顔をすると、うん、でもそのゆりさん的には自分がそういうのを手伝ってるわけでもないし、うん、やっぱ見て見ぬふりをしてたんですよね、うん、でこのおばあちゃんねそのいろんなことができなくなってきてるけど足腰は昔の人だから丈夫なんですよ、うんうん、だからその2階へね手すりを使ってこう上り下りするんですよ、うん、一生懸命意味もなく上り下りするんですよ、うんうん、それとかあとはねその自分の部屋に置いてある日本人形これぐらいの大きさのもうなんならケースに入っててもおかしくないぐらいの、うんうんうん、そういう人形を自分に抱えてかわいいねかわいいねってやると。でおばあちゃんそういうことする人形じゃないでしょっつってお母さんが取り上げてタンスの上とかに取っておくんですけどおばあちゃんなんとかしてそれをいつの間にか取っててまたかわいいねってやってるみたいな、うん、そんな感じの生活をしていたある日、うんおばあちゃんねその階段の上り下りしてる時にガタタタタタタって下まで落ちちゃって、うん、頭強く打ってもう意識なく、うん、ない状態、はいはい、もう植物人間みたいになっちゃったんですね、はい、で病院に入ってたんですけどそのねお年寄りってその衰弱するのがめちゃくちゃ早いんですよね、はい、のちょっと転んで骨を折っちゃったとかでも、はいはい、元気だった人が一気にその老け込んで衰弱しちゃうみたいな、はいはいまあ、そういう感じでおばあちゃんもあっという間にその衰弱して亡くなってしまったんですよね、うん、でおばあちゃんのお葬式をしますと。でお葬式終わって今度は火葬するってなったタイミングでゆりさんが一回家に帰ってくることがあってで物を取りに来て帰っておばあちゃんの部屋ちらっと見てみたらそのおばあちゃんの大切にしてた人形その人形がタンスからパッと落ちてたんですね、うん、で こういうタイプ の今下見えてないかもしれないですけど、ねあのうん、テーブルロータイプのテーブルの角のところにタンってぶつかったんでしょうね、はい、もう顔面がもうバキバキに割れてるんですよ。あーこの人形、うん、なあおばあちゃん大事にしてた人形だって、うんでまあ、今はそのいろんなものをその火葬場に行って燃やせないって言うんですけど、はい、40年も前っていうことで、うん、当時はその一緒に入れていいですかって言ったら、うん、大丈夫ですよっていう形で一緒にそれを燃やしてもらったんですよね、うん、でそれからもゆりさんは大学生結構忙しく動いてるんですよね、うん、友達とも遊びたいし、うん、バイトもしたいし、うん、で一応学校の、ね、勉強もあるしみたいな形で忙しく動いてて、うん、でそんな中で、ね、テレビをたまたま見たら、うん、神社仏閣巡りみたいな、うん、そういう特集がテレビであって、はい、ああこういうのいいなってちょっと休みたいな、うん、そう思って自分で予定を組んで、でそのバイトと、うん、その自分のいろんな時間をなんとかこう詰めて、うん、その旅に出る、うんうん、日程を組んだんですよね、うん、でもいっぱいその予定を詰め込んじゃったせいで最後に回るところ、うんまあ、そのお寺なんですけど、うん、結構遅い時間に夕方を越えてちょっともう現地に行く頃は暗くなっちゃうぞと、うん、でそのね番組でも、うん、ちょっと遅い時間は行かない方がいいよみたいな、うん、でその大間が時を越えたら行かない方がいいみたいなのを言うじゃないですか、うんはい、でそういうのの知識があったんだけど、まあうん、せっかく予定組んだんだから行くだけ行ってみようと、うんで現地に着いたら、はい、そこがね結構大きなお寺だったもんで、うん、綺麗にライトアップされてるんですよね。その本堂に行くまでの道が綺麗にライトアップされてる、はいはい、あここだったら入ってもいいんじゃないかなそう思って、まあ、自分一人しかいないんですけど中に入っていってで、まあ、お参りしてで帰ってくるっと向いたら後ろでカタッと音が鳴ったんですよ。うーと思って振り向いてみたらその階段があってお賽銭入れるところがあって本堂があるそこ の階段の上のところに人形が行ってあるんですよ。よーく見たら顔面バキバキなんですよ。あ、おばあちゃんの人形だと思ってたら、うん、その人形の口の方がガキガキガキって開いて悔しいね悔しいねっておばあちゃんの声なんですよ。おばあちゃんの声だ、うん、悔しいね悔しいね、うん、私はあいつに落とされたからね悔しい悔しいって悔しい悔しいって言うんですよ、うん、でうわどうしよう怖い怖いってもう一歩も動けない、うんでもね、あいつももう終わりだからね。嬉しいね、嬉しいね、嬉しい、嬉しい、嬉しいって、わ、どうしよう、どうしようって思ったら、肩口のところをトンと叩かれて、ぱ、うん、って見たら、そこの住職さんなんですよ。うん、どうかされました、うんうん、すぐ本堂の方見ても、もう人形ないんですよ。うんうん
うわー、なんでもないですって言ってすぐその場を後にして、はい、落とされたって私のことじゃないからじゃあお母さんだよなって、うん、いやお母さん何やったの、うん、これどうしたらいいんだろう、私に何ができるんだろうって思いながら何もできずにゆりさん生活をして、うん、である時ねそのお母さんとゆりさんで買い物に出かけるんですよ、うん、ゆりさんの車の運転で買い物に出かけて幹線道路の一本道、見通しのいい一本道で、うん、ゆりさん急にハンドルクッて切って、うん、立ち木にダンって消毒するんです、でゆりさんね亡くなっちゃうんですよ、これ僕がゆりさんに聞いた話じゃないんですよ、ゆりさんの地元の親友、はあ、こんなことがあったんだ、自分は何ができるんだ、どうしたらいいんだと相談してた友達から僕が聞かせてもらってました、はあ、でも今40年とか経ってる、ずっとその話を言えずにいた、自分でその心に閉じ込めていたんですけど、うん、それが、まだその提供者さんの親御さんがご存命で、うん、実家に戻った時に、うん、あんた仲良くしてたねあのゆりちゃんっていたでしょって、うん、あの事故で亡くなっちゃったゆりちゃんね、うん、あの子のねあのお母さんその事故に遭った時に足悪くしてそれからまああのびっこを引くような形になったと、うん、それでまあ心の方も病んでしまって、うん、そういった施設にずっと入ってた、うん、だけどそれが亡くなってようやくそのゆりちゃんの家も取り壊されたのよっていう話を聞いて、うん、で自分の中で何か一区切りつけたいと、うん、その提供者さんが一区切りつけたいっていうので僕に話してくれる、うん、でもこれって、まあ、すごい話だけど、うん、家族を使ってそんなことするかなって僕は思ったんですよね、家族の愛ってそういうもんかね、確かにね、でその提供者さんに、うん、まあそれね、そういうことがあったっていうのとゆりさんの事故っていうのはもしかしたら関係ないかもしれないですよねって感じで僕は言ったんですよね、そしたらいや私は関係あると思ってます、うん、あのゆりお母さんの連れ子だからお父さんとおばあちゃんと血つながってないんですよ、お、うん、だから全然懐いてない可愛がってない血つながってない孫を使って、うん、憎い嫁に復讐したんだと私は思ってます、まあ、そんな感じで言われたんですね、はい、だからあの心のつながりも血のつながりもない家族ってもうそれは他人なのかもしれないなって、うん、そう思ったお話でございました、いやー後味最悪じゃないですかね、うん、いやそうやだな、あ、ね、こういう感じになるんですか、なりますね、なりますね、いやいや笑ってもた、嫌すぎて笑ってもた、そうね、でさあだまあね、うん、僕も自分の家でその祖父がね、うん、そういう要介護の状態になった時のこととかもありますから、うんはい、で本当に動けなくなると老いちゃうっていうのも本当ね、はい、本当その通りだと思いますし、うん、でやっぱ何より気持ち悪いのがそのパッと神社っていうかお寺かで見えたあの人形ですよね、うん、で人形がのその喋りも気持ち悪いですし、うん、でも嬉しいね嬉しいね次はね、うん、あいつだからみたいなことの言葉とかっていうのも、何ですかそれはと、家族っていやそう、ね、もっとさ繋がってなくてもなんかあるんじゃないのってそう思いたい自分と、はいはい、でも実際会った会議と、はい、なんて話をするんですか、いやでまたね出たでしょ顔芸出た説明していいですか人形のカクカクで顔を歪ませる必要ないんですよ、うん、はい、ですよね、そうなんですよ、おばあちゃんの喋り方をするんだったらおばあちゃんの話しながら顔がねみたいな説明でいいんですけど、俺も絶対やりますこの話でやります、でも見てる人は絶対俺も含めてだけど、はいはい、そうそうで
で、なんかね、終わった後とか、日夜さなおの話どうでしたかって、はい、多分なんかアンケートとか聞くと、はいはい、あの人形が喋る時の顔の感じが他の人とは違ってすごい怖かったですって多分言うし、はい、俺も思ってるし、うん、実際それは。で、そのおばあちゃんのあの喋り方と人形がね、こうカクカクする伏線で最初に可愛いね、もうおばあちゃんやってるんですよ。そうね、そこおばあちゃん、さすがですね。あのおばあちゃんの可愛いねってここまで線でいいのよ。そうだよね、おばあちゃんが可愛いねってやってるんですよでいいけど、あそこでやっていくことによって、はい、その人形とかになった時にね、効果が出るってありますね。全部丸裸やで、ね、恥ずかしい。ありますそうですよ、本当にね、一夜さんはね、いや本当に今日たっぷりとお話いただきまして、いただきましたね、一夜ワールド。いや本当にね、皆さんも堪能していただいたんじゃないでしょうか。ということでですね、なんか中部地方とかね、なんかイベントあったら呼んでください、うん、我々。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。そうですね。なんか一夜さんもチャンネルをやられてるんですよね、はい、今。はい。オカルト千夜一夜という名前のチャンネルをやっております。はい。はい、ぜひ皆さんね、チャンネル登録の方お願いしていただきまして、顔芸と和芸楽しめますんでね。はい。よろしくお願いします。いやー、マジですごかったですね。面白かった。ちょっとまたぜひ、はい、ぜひぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。今度変態ぬがざがさんもちょっといいですか。あの音も才の目で。機器として来ると思います。才の目ユニットだね。才の目持ってね。変態ユニット才の目でよかったでしたっけ。怪奇ユニットです。怪奇ユニットでしょ。怪奇ですか。変態怪奇ユニットに。そんな名前になっちゃうわけわかんないですけど。ということで、はい、今回のゲストは一夜さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では続いての次の投稿会談。投稿会談です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな。面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ。怪談に夢を。その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿怪談で人生を変えろ。賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった。マジで。あれやばいよね。やばい。